さあ、今週の一冊です。はい、今週の一冊はですね、ちょっと今回のテーマにふさわしいものを持ってきました。合田義家さんの合田哲学堂、はい、合田さんってね、ギャグ漫画作家なんだけど、うん、時々恐ろしいような哲学を書くんですよへ、これは有名なペー・ドゥナが主役で映画化された空気人形っていう、うわ、これはダッチワイフが意志を持って生きている、うんうんうん、で普段は空気を自分で膨らませて男性を喜ばせ、で変な男に会って使われ、破けると空気が抜けて、うん、ビニールのボロボロの袋になっちゃう、うんうん、でもまた誰かが見つかるとまた空気を入れて人を愛せるようになるっていうような、もう本当に哲学としか言いようのない不思議な漫画がいっぱい入ってるの。なので今回その貧しさを考えるっていうので、みんないろいろなんか考えたじゃない、うん、そういう人、今もうちょっと考えてみたいな、人生って何なんだろうなっていうのにちょっと迷ってる人はすごくいいかも、うん、あ、それはなんか全部短編が入ってるみたいな、そう全部、ショートショートがいっぱい入っていて、いろんな人生の生き方みたいなのを何だろうっていうのを考える、うん、それが漫画っていうのがいいですね、うん、あ、でも合田さん変わってるよね、うん、本当にちょっとなかなか。それいくらの本ですか。これは900円、今3480円、またイラさんが選ぶから、ね、あ、だからもうちょっと3倍4倍ですよ。だからね、こういうねちょっといい本っていうのはすぐね絶版とかになっちゃうんだよねてかイラさんセドラーとかやったらすごいすごそうですね逆にね、セドリか、うん家の本が半分ぐらいそうなっちゃうな家の本だけで家建つと3000円なのこれ、家建つよ絶対。3500円ですもん。ああ、そっか、うん、いやでもいい本ですよ。でも空気人形なんか有名だと思うんだけどな、うんうんうん、そうですね、映画になってるからね、うん、いいですね。合田哲学堂って見たから、はい、なんか合田は知ったルタの話なのかと思いましたら合田さんなんですね、うん、合田さんでも合田さんのあの漫画でも知ってるでしょ、阿部寛が映画にした自虐の歌とか。俺それ漫画ですよね元は。そう、ものすごく乱暴なヤクザの男と。あ、僕その本持ってます、うん、はいはいはい、いや、そうですよね、この人ですよね。そう、なんかその奥さんというか彼女というか、うん、ずっとどうしようもない旦那なんだけど、うん、みたいなやつですよね。そう、最後まで愛して終わり、はいはいはい、異常なハッピーエンドになるっていう。ああ、やっぱその人なんだ、うん、へということで、合田哲学堂でした、はい、ということで、今宵もご視聴いただいてありがとうございました。また来週お目にお耳にかかりましょう。それでは、はい、おやすみなさい。